はい、トモコンチャンネルです。はい、今回もね、はい、ホンダのステップバーンですね。はい、まあこれは本当の名前はなんかね、ライフステップバーンっていうやつですね。はい、まあ、また後からね、箱の横のまあ説明の方ですねとか。このステップバーンの、スペックですねの方もちょっと紹介してみたいと思います。はい、今回もね、僕のオリジナルで、ステップバーンですねを部品つけてやってます。まあ、前回は色ですね、吹いたこのパープル系のやつですね。はい、色吹いたのを紹介しました。はい、まあ、ボディもなんですけど、シャーシとでこの、サーモンピンクの内装の色ですね。はい、とかを紹介しましたが、ボディの方ですね、まあ、内装の方はちょっと部品まだつけてません。まだ細かいところも色分けしてないんですが、ボディの方ですね、はい、もうグリルと、バンパーとで、まあ、前後のバンパーですねの方もつけて、で、このキットについてた、羽ですね、はい、もつけて、で、マフラーですね、はい、マフラーの出口の方をつけて、ちょっとねマフラーのところにガンダムメッキシルバーで、塗り分けしました。はい、で、ちょっとねまあ僕のオリジナルなんですけど、これボディの方とかっていうのは20分の1なんですけど、24分の1のこういうやつですね。本当は後ろのこれはスカイラインとかですねの24分の1のトランクのとこにつける羽とかですね。はい、まあチンスポみたいな感じに僕はしてるんですけど、ちょっとした羽ですね。はい、それと、はい、まあ、羽っていうでもね、このリアウィングですね。はい、これも何かのやつだったと思うんですけど、はい、部品残ってたんで、こんな感じでつけました。まあ、まだね、このリアウィングですね、はい、GT ウィングっていうのかな、まあ、それと、この、まあ、チンスポにするやつですね。はい、それはまだ両面テープでくっつけてるだけです。まあ色ですね、はい、今まだ白色なんですけど、色を拭くのにちょっと両面テープでね仮でくっつけてるだけです。はい、黒色かね、まあガンメタかで、ちょっとやってみたいかなと思いますし、カーボン調みたいな感じの色を挑戦してやってみたいかなと思いますしね。はい、まあそんな感じです。はい、まだ両面テープでね軽くつけてるだけです。はい、このキットについてる羽は縦に降りてるやつですね。はい、で幅なんですけど、これ切ってません。端は切ってなくて、24分の1のスカイラインのねかな、トランクの羽のところなんですけど、それとこの20分の1ですねのステップ1の幅とが同じです。
はい。で、GT ウィングの方はまあちょっとね、ちょっとだけ端々は出てるんですが、まあそんな気にしません。はい。このぐらいの長さだったらね、まあいいかなと思います。はい。まあちょこちょこ部品はつけていってますしね。はい。まあまたこのグリルね、はい、グリルのこの線、中線入ってるとこですね、はい、は黒すみで、ちょっと黒すみを入れてやってみたいと思います。はい。でナンバーもね、本当だったらこの穴開いてるとこ真ん中につけるんですが、どっちか、まあ、フロント、この運転席側にするか、助手席側にするか、ちょっとナンバープレートをつけるとこを考えてます。はい。まあそんな感じですね。今回はこんな感じで、ボディの方に、僕のオリジナルで、チンスポつけたり、GT ウィングつけたり、このキットについてた、バンパーとかグリルとかですねをつけてみました。はい。で、またね、次回、これまだ置いてるだけです。はい。まあ細かいところですね、内装の方も色分けしたり、やっていきます。はい。でまあちょこちょこね、まだ部品、ボディにつける部品はありますしね。はい。で、まあ別の部品になるんですけど、カーモデルのやつになるんですけど、ちょっとね、こんな感じの、まあ、ナルディじゃないんですけど、まあ昔のね、ちょっとかっこいいような感じのハンドルがありましたんで、ちょっとこれも色分けっていうか、まあして、つけてみたいと思いますし、で釣り革ですね。はい。釣り革もこれあったんでつけてみたいと思います。はい。まあヘッドライトとか、まあこれちっこいね、サンルーフみたいなやつですね。はい。でこれ横の一番後ろの窓のやつですね、丸っこいやつ。はい。このハンドルはもう、このキットについてたハンドルはもう使いません。はい。そんな感じですね。このね、この丸っこいやつですね。はい。がここにくっつきます。この一番後ろのところですね。はい。ここのところにつくんですけど、それがこれですね。はい。まあ、前回もちょっと紹介したんですけど、これもつけます。これもボディの色にします。はい。サンルーフのこの四角のね、部品もこのボディの色にします。はい。でまあフロントガラスとリアガラスですね。はい。で横のガラスなんですけど、そこにこれですね、一番後ろ、先ほどの丸っこいね、ガラスっていうか、それをつけるんで、これを切りました。はい。ここからね、ブスッと切ってこういう感じで置いてます。はい。まあ、このガラスもね、まあガラス面っていうか、これもまあ何かに使えるんでちょっと置いときます。はい。でまた次回もね、ちょっと色分けするところもありますが、このね、サーフボードも、まあ、前回言いましたキャンディー塗装っぽいやつですねにやっていきたいかなと思います。はい。でオーバーフェンダーみたいなやつもまたつけていきます。はい。
で、オーディオとかスピーカーとかもまた色分けをして、つけてみたいかなと思います。はい、また次回もね、これします。はい、まあちょっと次回も進んでると思いますんで、次回もよかったら見てください。はい、でちょっとね、はい、このステップバーンのスペックですね。はい、まあ、1972年から1974年まで、まあ、2年間ですね、作ってて、セミキャブオーバーの水冷直列2気筒の SOHC ですね。はい、で、まあ、356cc ですね。はい、の 30馬力になってます。はい、こんな感じですね。はい、でこれですね。はい、まあ、先ほども言いましたライフステップバンっていう本当の名前ですね。それで一応まあ通称ステップバンっていうようになってます。はい、まあ言うたらもうライフとか、今のっていうか、まあバモスですねの先祖になります。はい、そんな感じです。はい、まあまたね、次回もこれステップバーンですね、僕のオリジナルでちょっとやって、まだまだ色分けをして、で部品つけて、やっていきますんで、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、それでは今回はこんな感じで、紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。